今、先ほど動画を撮影して、ちょっとね、画面すごくぼやけてるんですけども、コンピューターさん、しっかりとピントを合わせてください。これをね、デスクトップの方に移動させようとしてるんですけども、その作業は途中で何回もやめさせられてたんですけども、これ証拠を途中でね、遮るような、内容、これ証拠を押さえてたら多分映せると思うんです、今までの経験で言うとね。で、このナンバー KVID2980 っていうナンバーで僕の話してる内容をちょっと聞いてもらえますか。それによってなぜ、この今はちゃんとね、映してるところですけども、それさっき2回も3回も途中でデスクトップに移動できませんっていうような、表示で、遮られてたんですよ。喋ってる内容聞いてもらったら分かりますよ。本当はね、テレビ局とか政府が同じようなこと言ってたんですよ、もともとは。まあ、その同じ内容をずっと言ってればいいのに、そうじゃなくなった理由は何なのか。めんどくさいでしょ。いちいちこれ撮影しなかったら遮られるんですよ。で、喋ってる内容聞いてもらったら、すごくまともなことを言ってるんですよ。まあ、バレーボールのそのネーションズリーグについて、その国会議員の人や建設業界の人間の人たちに3審と以内の請求とか、まあ、その辺のところの内容のことを言ってるんですけども、まあ、それが引っかかって、そうなっていたか、今、まあ、時間帯、メジャーリーグの時間帯、大体14時にはメジャーリーグの試合は、すべて、まず間違いなく、終わります。で、その辺のところで、今、スーパーコンピューターの能力、世界第一位がアメリカなんですよ。アメリカの人間で都合の悪いと思ってる人間、だからスーパーコンピューターによってそうなっていたのか、日本のスーパーコンピューターがそういうふうに作動していたのか、その辺のところとかを全て明確にしなかったらちょっとこれから判断できないんですけども、まあけどこの言ってる内容をね、聞いてもらったら分かると思います。